皆さんこんにちは、ティムです。僕は今東京モノレールに乗って、天王洲アイルの駅に向かっています。こんな感じで東京モノレールの天王洲アイルまでの駅というのは非常に東京湾を見渡せてレインボーブリッジも見えて非常に面白い光景です。で今回は、天王洲アイルの駅をですね降りて天王洲周辺をちょっと街歩きしてみたいなというふうに思っています。ちょうどたまたま天王洲で仕事があったのでちょっとそのついでに散歩動画を撮ってみました。で天王洲ですけれども以前羽田空港に行く回で東京モノレールに乗る回でも少しお話ししましたけれども、90年代に再開発されて、ここはもともと漁民が住む島みたいな感じ、巣みたいな感じだった、僕の近くの住んでいる中央区の佃島によく似てるんですけれども、そこが90年代に再開発されて、もともとここは寺田倉庫っていう首都圏では有名な、倉庫の大手のですね、お店があって、そこの倉庫がたくさんある倉庫街だったんですけれども、モノレールがあってですね、羽田空港の利便性も高いというところで、オフィスタワーが立ち並んで、よく90年代のトレンディドラマで紹介されるようなんで有名なですね、街並みに、なりました。で、前も紹介しましたけれども、大手の会社とかですと、JTB とか、昔はシティバンクもありましたし、あとは、キヤノンとかですね、JAL とか、いろんなですね、本社機能がここにあったり、します。JAL は羽田空港に近いっていうところもあって、JAL カードは今もですね、先ほどその駅の改札のところで JAL カードも広告出ていましたけども、未だに本社は天王洲にあったりします。天王洲アイルですね、90年代に再開発されたというところもあるので、ちょっとビルの作りが少し高層タワーたくさんありますけれども、少しガラスが少ない昔のですね、ビルになっているんじゃないかなというふうに思っています。こんな感じで駅からつながって、ずっと遊歩道とかでつながっていて、いろいろ歩くことができるんですけれども、やっぱり天王洲アイルの一番の魅力っていうのは、海辺というか運河沿いにですね、いろんなですね、街並みが広がっているところなのかなというふうに思っていて、ここを寺田倉庫とかがすごくお金をかけて今最近近年整備してきていて、もともと TY ハーバーっていう有名なレストランが、今から15年以上前からできて、そこから結構天王洲っておしゃれな運河沿いの街っていうところで、今回はこの昼間に来ていますけれども、夜景も美しくて、品川から歩くと徒歩で15分ぐらいかかるんですけれども、ちょっと知る人をするっていうエリアになっていましたけれども、特にこの 5,6 年かな、今回歩きますけれども、この TY ハーバーの近くのあたりで通りが整備されたり、すごくアートとかですね、デザインとかのお店がすごくたくさん増えて、運河沿いに歩けるですね、ボードもたくさん整備されて、船の上に登ったりとかすることもできるんですけども、そのあたりの整備とかも非常にされていて、昼間歩いただけでも気持ちいいですし、これ夜になるとですね、非常に夜景が綺麗な街並みだったりしますので、知る人を知るっていうのはあんまりそんなに宣伝とかがされてる感じじゃないので、近所のタワーマンションに住む方とか、今回もですね、お昼に来たんですけれども、たくさんちょっとこの辺で散歩したりとかご飯を食べたりに来ている方がたくさんいらっしゃいましたが、こんなような形で地元の人たちの憩いの場になっていったりするのかなというふうに思っています。今ようやくこの運河沿いに見えてきましたけど、こんな感じでですね、運河とか、あとは、水辺の中に、のところに再開発されたそのビジネスタワーがたくさん立ち並んでいる。これちょうど運河の向かいは大学、東京海洋大学の大学があったりするんですけど、その遠くには品川駅の方とかが見えたりします。今見えているところの先にはタワーマンションが見えたりしていますけども、こんな感じで運河沿いはずっと木のですね、そう、天王洲アイルの その再開発された遊歩道のところは、こういった木をたくさん多重に使ったすごく居心地のいいような空間になっていたりするので、おすすめなのかなというふうに、思っています。もう少し歩いていくと、TY ハーバーが見えてきて、有名なですね、橋が、見えてきます。そこのところとかの、光景が天王洲を代表する光景だったりします。で、天王洲はですね、僕自身実は今から、7、8年前にここに会社があったので、よく会社で毎日この辺来ていましたし、ご飯も食べましたし、夜も、この辺よく歩いたりしたものなので、非常に感慨深いですが、僕が仕事で働いていた頃に比べると、すごくアートの街というか、すごくデザインの街というか、いろんなそのデザインのスタジオとかライブハウスとかですね、そういったお店が非常に増えてきたところが、ちょっとこの数年間で、久しぶりに訪れてびっくりしたところでした。こんな感じで天王洲の街を歩いていきますので、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思っています。で、今回の動画ですね、もしいいなと思っていただいた方は、ぜひ動画にいいねボタンと、あとはチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録の方もお待ちしています。で、それでは天王洲ですね、水辺のですね、散歩をお楽しみください。
upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. 'Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry. Track of time as weeks went by, I couldn't get him off my mind.